駅マルシェ宝塚駅マルシェは、西日本旅客鉄道のグループ企業である JR、西日本デイリーサービスネットが開発運営をする駅構内商業施設である。JR 西日本グループが手掛ける駅中プロジェクトの一環である。首都圏ではビジネスモデルとして定着している駅中であるが、近畿圏などの JR 西日本エリアでは浸透しておらず、利便性や付加価値に加え、 駅の魅力の向上を目指している。駅構内にテナントを誘致し、商業施設として展開するスタイルは、東日本旅客鉄道の駅舗などや、大阪メトロの駅もなどとともに、新しいビジネス分野として、脚光を浴びており、以前は、通過が目的であった駅が立ち寄るための駅になることで、新たなニーズの創造を提供している。2010年3月8日、宝塚駅に1号店、 駅マルシェ宝塚が開業したのを皮切りに、2012年10月31日には、大阪駅桜橋口に2号店、駅マルシェ大阪がオープン。隣接する、アルビとの合同店舗となっている。さらに、2015年3月4日に新大阪駅、在来線改札内に3号店、駅マルシェ新大阪がオープンした。分類上、駅中施設ではあるが、宝塚。 大阪は改札外で展開しており、首都圏などでの駅中とでは概念の違いが見られた。駅丸ルシェ新大阪は駅丸ルシェとしては初めての改札内の施設である。JR 宝塚駅構内の店舗で2010年3月8日オープン。改札外にフーズデリカ、デリフェスタなど4店舗が出店している。施設コンセプトはトランジットテラスで 気ままに楽しめる、第三の場所、もう一つの時間という意味が込められている。フーズデリカ、デリフェスタが閉店後、2014年10月3日に、株式会社代金のスーパーマーケット、パントリーがオープン。その他には、カフェベーカリー、サード、スイーツ、駅丸スイーツ、ファッショングッズ、エピソードが開業時より出店している。駅丸スイーツは、 約10日間ごとに、様々な洋菓子店、和菓子店が出店する、期間限定で入れ替わるスイーツ店である。営業時間は、パントリー、サードが午前7時午後22時、エピソードが午前10時午後22時、駅丸スイーツが午前10時午後22時である。駅丸市大阪 JR 大阪駅構内、桜橋口周辺の旧ギャレ大阪跡地約4500平方メートルの店舗、 2012年10月31日に開業した。82店舗が出店しており、そのうち14店舗が全国初出店、14店舗が近畿初出店、11店舗が大阪初出店である。また、近畿地区の駅中への進出が初となる店舗も50店舗存在する。施設コンセプトは、大人の道草で、20代後半から30代前半の、 働く女性を集客のターゲットとしている。館内は、バラエティ豊富で、飽きのこない、食物パン、グルメゾーン、マルシェズキッチン、朝から深夜までいつ行っても使える飲食ゾーン、マルシェズカフェダイニング、見る選ぶ、発見する楽しさに、ここ限定のプレミア感を付加した、コスメ、雑貨ゾーン、マルシェズスタイル、レディス医療品と雑貨の店舗を集積した、ファッションゾーン、 ある日、各種サービス店舗のゾーン、マルシェズサポートの5つのゾーンに分かれている。環境コンセプトは、クール大阪で、館内要所に、和風テイストの和柄や、色素材を多用して、通勤客らが気軽に立ち寄れる、落ち着いた空間を演出した。利便性向上のため、大阪駅中央口側に、当該施設専用の改札口を設置したり、館内全店で、 IC カード、I コカが利用可能になっている。駅マルシ新大阪駅マルシ新大阪内 JR、新大阪駅構内の在来線改札内の店舗で2015年3月4日からオープンした。改札内の店舗としては最大規模である。第1期が2015年3月4日にオープンした。大阪こだわりの注目度の高い店舗が取り揃えられており、 駅でおなじみの土産、飲食、コンビニ、駅弁、書籍、ATM などに加え、老舗から新進企業までバラエティ豊かなスイーツ、フードなどが出店。またオリジナリティを追求した企業アンテナショップも出店する。第1期開業では土産、飲食、駅弁、書籍、スイーツ、フード、企業アンテナショップ、ATM などの26店舗が出店し、 そのうち7店舗が新ブランド、11店舗が駅中初の店舗である。第2期は同年10月29日に、第3期は同年12月21日にオープンした。ありがとうございます。